ロバート・ウォーカー・アーウィンは、アメリカ合衆国出身の実業家、ベンジャミン・フランクリンの子孫である、日ッ移民条約に基づいて、日本がハワイ王国に対して行った、解約移民の具体的交渉を担当し、1885年から1894年まで、計26回、約2万9千人の日本人労働者のハワイ渡航に関わった。竹と結婚し、日本における、 国際結婚の適用第一号としても知られる。マスガタカシ、井上カオルの地具を終え、貿易や移民事業で財を築いた。デンマーク駐在アメリカ合衆国内理大使であった、ウィリアム・ダブリュー・アーウィンと、ベンジャミン・フランクリンのヤシ語である母の子として、コッペンハーゲンに生まれた。1866年末、兄が勤めていた、アメリカの郵便船舶会社パシフィックメール。 スティームシップの横浜駐在代理人として来日し、1870年頃よりアメリカの貿易商社、ウォルシュホール商会の貿易業務に携わるようになり、同社の長崎支店長を務めた。この時期、ウォルシュホール商会で働いていた増田隆と知り合う。1871年秋頃、同社は合商の伊藤八兵衛とドル交わせ取引によって利益を得る。 共同事業を開始し、伊藤から保証金を預かったが、為替取引に失敗して、大きな損失を出し、保証金返還と損失補填をめぐって伊藤と裁判沙汰になった。伊藤の担当者だったアーウィンは裁判の被告となり、アーウィンの頼みで、帳簿捜査をしたことを証言した伊藤は、アーウィンの約束保護を求断したが、当時の日本の商集官から口約束がほとんどで、あったため、 伊藤の敗訴で終わった。伊藤家の女中の証言によると、伊藤と親しかったアーウィンは、キツネのアルピンとあだなされていたという。1874年に、ウォルシュホール商会を辞め、横浜のエドワード・フィッシャー商会の共同経営者となる。同社でも、伊藤の時と同様なアーウィンの煩雑な会計処理が元となって、イギリス人との間に訴訟を抱え、こちらは敗訴した。 大佐、沢鉱山を食事件でゲアした井上薫が、聖書、岡田平蔵と組んで設立した、鉱山経営と、米国相場と、軍需貿易の会社、岡田組に、増田隆と共に、フィッシャー商会も出資し、岡田組の後ろ身の先、おさむ会社にも出資した。1876年7月より、三井物産の相談役に就任し、正界に返り咲いた井上と、 三井の総帥となったマスダと密接な関係を築いた。1877年には三井物産のロンドンでの代理店業務を委託され、兄を支配人としてロンドンに行かせ、翌年には自らもフィッシャー賞。井上やマスダラが1882年に設立した共同運輸会社の外国人支配人も務めた。 1880年、横浜に駐留していたハワイ王国の総領事館が一時帰国のため不在となった際に、同国総領事代理を指名されたことから、1881年6月に、正式に横浜駐在ハワイ王国総領事館に就任。1885年1月、中日ハワイ王国代理公使。1886年9月、同弁理公使。 同移民事務局特派委員などを歴任した。1885年に芝区堺町に転居し、同地にハワイ公使館と共同運輸会社を設置した。当時政党業が盛況だったハワイではプランテーションで働く労働者を求めており、旧地の井上と増田と組んで日本人移民事業を始め、大人の男性移民一人につき手数料がアーウィンに支払われた。 両国から仲介料を得ていたアーウィンは、ハワイへの労働移民を集めることで莫大な富を築いたことから、移民帝王などと呼ばれたが、ハワイ王国の崩壊により終焉となった。関約移民制度の実現と実行に深く関与し、制度が始まった1886年から、アーウィンとの仲介料に、折り合いが合わず関約移民制度が廃止された1894年までの、 間に3万人近くの日本人を移民させた。1898年にハワイ共和国便利講師解任。関約移民制度廃止以降は台湾政党株式会社の発足に関わるなどした。当時、家は、コンドル、金は、アーウィンと歌われるほどの財をなし、晩年はその女才やコンドルが設計した、工事町の屋敷で子育てに専念し、81歳で、没した。 遺言により、日本で埋葬され、青山墓地に眠る。死に際して、大正天皇より、君位等曲実大受賞を賜った。アーウィンは1894年から暮らした、三田毛町の本宅のほか、玉川の別邸と避暑地として、伊香保に別邸を持ち、この建物は現存する。ロバートの死後、後段社社長の野間清治に売却後。 群馬県社会福祉協議会の観山荘になった。この園で渋川市とハワイ軍が姉妹都市縁組を行っている。佐渡原藩自松は地神の屋敷だった1万坪の本宅は三井家に売却し、三井クラブとなり、十数万坪あった玉川の別宅は、田賢次郎男爵に売却後分割され、一部に東急電鉄後藤家の邸宅と後藤美術館が建った。 父親のウィリアム・ W ・アーウィン著名な生物学者となった三女のマリアン。ノーベル賞学者のトーマス・ハント・モーガンと語らうマリアン。二人の奥にライナス・ポーリング書籍第一次、かつらない各期の外祭募集。ありがとうございます。